て、そろそろ義仲が動き出す時間か。お姉さん、ちょいとお話いいですかね。話す気はない、伏せろ。厳しい。でも聞いてほしいね。いい提案があるんだけれど。提案だと？私は身分の偽りは不要です。総一族の武術師範、四分教さんでしょう。知ってますから。ほう、では何の用か聞こう、松永つばめ。ご存知なら話が早い。実はね、総一族が全体的にレベルアップする方法がありまして。納豆の売り込みなら断る。シクシク、ワールドワイドになるチャンスが。どうでしたか、彼女と接触してみて。隙がない上に私のこととか完全に調べ済み。まあ絶対戦いたくないタイプだね。あれより強くても油断が大きい相手の方がやりやすいと思うよ。なるほど、偵察ありがとうございます。総一族の四分教、やはり人角の人物ですね。クキも大変だね。町の治安に気を配らないといけないのに、あんな怖い人が侵入してくるなんて。全力で排除するならヒュームさんかゾズマさんの出動をおすすめするよ。今のところおとなしくしているので排除は考えていませんが、ご忠告ありがとうございます。松永ツバメが探りを入れてきたとなると、背後にいるのは茎財閥あたりか。基本今回は暴れるつもりはないのに、ご苦労なことだ。さて、確か義仲は巨大プールに行くと言っていたの。どいつもこいつもはしゃいでいるな。今俺たちは日常に身を置いているわけだ。にしても女どもは遅いな。帰るか。直江くん、与一、お待たせ。暑い。よかったわね、二人とも。皆の羨望の視線がひっきりなしよ。そうだろうか。自信はないが、褒めてくれると嬉しいな。主、これぐらいでも喜ぶからな。一人一人じっくり眺めてから褒めてほしいわね。兄様はどちらかご希望でも？全でバレバレよ。また飛び込みか。お前子供の頃からほんと好きだな。弁慶ちゃんが解説しよう。島育ちの主はよく岬から海にダイブしていた。だから崖があると体がどうしてもうずくんだ。あってはいるが、なんだか誤解を招く説明だぞ。さすが奇襲好きだけあって、性癖も独特ね。ほら、誤解されてるじゃないか。いいわ、飛びましょう。
夏の女子学生らしく。ではまず10メートルからの飛び込みだな。義経は持っているぞ。源氏のたしなみだ。私も持ってるわよ。源氏のたしなみね。いろいろな知識を詰め込まれる傍らにな、資格もついでにいろいろと取っていくんだ。私と与一は持ってないけどね。正直めんどくさくてそんなものやってられないな。さてどれぐらい高みへ飛ぶ気なんだお前は。無理に付き合わなくて全然大丈夫だぞ。なるだろうし。おお、ナイスガッツ。義経は感動した。かっこいい後輩ね。素敵よ。触っていいわ。触りませんよ、ではないのね。それでは、私から飛ぶわね。ただ、一刻も早く飛びたくて、うずうずしてるの。飛ぶぞ。やっ。飛んでいる時気持ちよくなかったか。では次は20メートルね。さらなる高みへ。主もヤマトも楽しそうで何より。弁慶はクールに見つめるさ。浮き輪に乗って滑ると楽しいみたいだな。俺はやらんぞ、ガキ臭い。好きにすれば。そういう態度こそガキなのにね。本当にいいのか、与一。で、もういないし。二人一組で滑れるみたいね。ちょうどここには4人。さあ、誰とスライドするか決めなさい。議長命令よ。私の別名は、最上パワハラ秋。さあ、決めて。気軽に決めていいと思う。ああ、結構スピード出そうで楽しそうだ。島で育ったからか、水系は元気が出るんだ。ウォータースライダー。ここでちょっと順番待ちみたいだ。
義経が前でいいのか。わかった。ではお先に。今日って花火大会なんだぜ。知ってた？俺すっかり忘れてたよ。夏期講習終わる頃には会場行かないとな。カメラどうしよう。携帯でいいかな。そう、写真に収めてしまえば少女は永遠の輝きを放っていられるからな。なんなら俺が取ってきてやるよ。有料で。夏休み中でも俺はひたすら撮影だぜ。2学期には写真販売会やるからな。よかったら買ってくれよ。見ろこれ。直接的なエロさはないけどいいだろ。このカップリングは超人気あるんだ。後が怖すぎるだろう。ここで終わるわけにはいかねえよ。祭りはいいな。とてもワクワクしてくる。同意ね。お小遣いの使いどころよ。いつもより多く飲んじゃうね。では早速射的勝負とシャレ込みましょうか。ある意味やぶさめですね。受けて立ちます。万華鏡だ。懐かしくないか。この本物かどうか怪しい時計とか面白いでしょう。よーし、弁慶ちゃんも撃っちゃうか。バーン。なちてー。こら弁慶、冗談でも危ないじゃないか。へい、普通に撃ちますよ。ファイア！なあ、当たらにゃい。弁慶が欲しいのはスナック菓子か。おつまみになるからね。よいち、取ってあげるんだ。なんで俺が。たく、少し狙って撃てば簡単なことだろう。
女子供の食いもんだ。そらよ。もらっておいてあげよう。あら、私の心臓を？世の中の残酷な真実をか。かなりの大物だと思うが、果たして倒れるのだろうか。そうそう、当てても後ろに倒れないと意味ないからね。落ちた！すごいな、直江くん。初めから倒れないと思っていた自分が恥ずかしい。え？くれるのか？しかし、なんだか悪いような。主、こういう時は素直にもらっておくもんだよ。ありがとう、直江くん。よかったね、主。ああ、義経は嬉しい。部屋に飾ろう。お面か。私、特撮番組とか好きなのよ。それはまたイメージと違いますね。かっこいいじゃない、正義の味方。世界の人たちを笑顔にする。私もそうありたいものだわ。吉乃子さん。世界の人たちの笑顔のためにとか、なんだかそういうのを共感できないんだよな。特撮といえば、何でも願いが叶うバトルロワイヤルもので、恋人の命を助けるためだけに他全部を敵に回すやつがいたが、俺はそっちなら理解できる。それで助かった恋人が喜ぶと思うのかという問いに、それでも俺は彼女に生きていてほしいと思う、間違っているかは関係ないという返しが人間臭くて素敵だったわ。世界の人の笑顔のために戦うという気持ちが、それはとてもかっこいいことだと。那須与一もいずれわかると思うわ。吉中さんはなんだか大人だな。それはそれとして、そろそろ食べ物系行きましょうか。あ、はい。義経は綿あめがいいと思うのですが。それとフランクフルトとトウモロコシね。焼きそばもいい。祭りでは遠慮せずとことんジャンクに。女は割とよく食べる。豆知識だ。なぜピンポイントでそこに行く？自慢話だったのね、ドヤ顔だ。それはすごいのか？今の俺には理解できない。カラーひよこ、やるじゃない。カラーひよことは、直江くん。大将たちには、なぜか効果あるみたいだ。よくわからんが、それもお前の力か。あ、花火が始まってしまった。Thank you.
さすが直江くん、地理に精通しているな。いいね、いいね。刺身の盛り合わせみたいだね。闇を照らす光か。まるで人の命そのものだな。パッと咲いてパッと散る。いいわね、花火は。義経も大好きです。ワクワクしてます。楽しい夏だったわ、とても。そんな夏も終わるのね。はい、来年もまた見ましょう。お祭りや花火は終わりがあるから、切ないから楽しい、とはよく言ったものだわ。吉乃子さん？夏期講習は今日で終わりとなる。夏休みの間もよく頑張ったな、みんな。あー、夏休みなのに勉強そこそこ頑張った。ようやく解放されたよ。今日はもう川上水をとことん飲んじゃおう。こっちもとっておきを出しちゃおう。何やら楽しそうな声ね。お邪魔するわよ。吉中さんはちょっとここには入れないかな。しっかりしすぎているかな。必殺源氏羽振り。私は学園内のどこにでも入れるわよ。評議会議長だもの。うん、やるな議長め。何を飲んでるのかしら。まさかお酒ではないでしょうね。これはノンアルコールの川上水。なるほど、セーフでしょ。お酒だったらどうしました。もちろん私も飲んでいたわ。なんてね。せっかくだから川上水いただくわ。うん、なみなみと。つぐ。はい、どうぞ。胃に染み渡る。いい飲みっぷりですね。おかわりもらえるかしら。今度はヤマトがお次して。これはいい川上水だわ。木曽の山奥で育ったから。私と飲み比べしてみる？弁慶。源氏勝負というわけですか？ええ、義経の名代ということになるけれど。受けて立ちましょう。
私が川上水の飲み比べで負けるわけがない。何よりこれは主のための聖戦だよ。主に一生を献上するために義経クルセイダーズの一員として私は大いに飲むのさ。それではお酌はヤマトがしていってね。気が利くわね。よし、ガンガン行く。店員さん、おかわりもらえるかしら。ほら店員さん、こっちにも。いい気分。やりますね、吉中さん。あなたもさすが武蔵坊弁慶。楽しんで飲んでいるのは間違いないけれど、勝負である以上負けないという気概はきっちり感じ取れる。義経はいい家臣を持ったわ。まあそうっすね。勝負挑まれて逃げるわけにもいかないですし。そういう体質なのかもね。こらこら、その物言いだと私が負けているみたいじゃないか。その通り。さあおかわりよ、ヤマト。公衆の面前ならやめるけどね。この空間は吉中さんとヤマトしかいないじゃない。つまり身内も同然。だから弁慶ちゃん飲むね。弁慶は辛み上後、いや甘い上後かしら。さあ、もっと酔わせて確かめてみて。もちろんダメよ。そうだぞ、逃げたらしばらく口聞いてあげないぞ。つまみがなくなっちゃった。ここにあるじゃない。少し塩っぽいわ。でもなかなか癖になる味。そっか、ヤマト塩味なんだ。どれどれ。あまり味がしない。酔って舌がおバカになっているんじゃない。もしかして部位で味が変わるのかも。ハツとかとても美味しそうね。
してみるわ。指の方が味が濃いわ。なるほど、これなら味わかる。あら、そうなの？どれ？そう言われてみれば、小指の方が薄口かも。ヤマタの血とか美味しそうかも。生肉のようなエロチックな味がしそう。ああ、いいかもしれないですね。なんて。あら、残念。海水が切れた。飲めないの？もう飲めないの？あら、残念ね。ということは、主の名代なのに引き分けとは。延長戦行く？いいですとも。だからどっちの杯に注ぐかは、ここまで酌をしてくれたあなたが決めるのよ。私に入れて。ヤマトはそんないけずじゃないね。私に入れて。さあ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 、どっち？はい、なるほど、口移しというわけね。勝負にかこつけて唇をむさぼろうなんて、ドキドキしてくるじゃない。大胆だな。逃げたな。やれやれね。直江くん、こっちに弁慶来ていないか？
おかわり。一つの布団とは仲良しじゃないか。すごいな、直江くん。どうやったんだ？なんだか大変だったみたいだな。ありがとう。しばらく寝かせてあげるか。いただきます、兄様。いい音色だな。しんみりと胸にしみる。いない。実物は初めて聞いた。日暮らしだけじゃない。この夏は義経にとっても初めてだらけだった。どれも楽しい思い出になった。いや、カラオケはさすがに島にもあったぞ。直江くん、分かって言ってるだろう。困ったものだな。でも、弁慶にいじられるのも、主の威厳がなくて切ない。というのを除けば、そこまで悪い気はしないんだ。直江くんも同じく、そんな感じだ。いろいろ、現実的に振り回してしまったが、ありがとう。とても楽しいぞ。確かにそうだな。秋もよろしく、直江くん。うん、義経も直江くんと一緒がいい。一つの季節が終わり、義経との勝敗は五分五分か。本当にいいライバルなんだね。驚きだよ。ねえ、このままだと引き分けで終わる気がするわ。それだけ歯応えのある相手でよかった。さぞ充実しているだろうね、秋。ええ、毎日が楽しいわ。嬉しいことだけど、行幸計画の成就を考えれば、秋には引き分けでなく勝ってもらいたいね。義経より優れているという証明が必要だ。ここは一つ私が大勝負を提案しよう。五分五分だった戦いに終止符を打つのにふさわしいものになると思うよ。ついに刀と刀のぶつかり合いかしら。武力もいいけど、君たちは大将だからね。だから私が提案するのは指揮官としてのカリスマを競う勝負、源氏総選挙。源氏総選挙。お父様、そのネーミングセンス、とてもかっこいいですね。うん、即興だけど
私も自信あったんだよ。なんだか休み明けって感じがしないのだ。そりゃ夏期講習でずっと顔を合わせてたからな。牛川さん家の心あたりは肌を焼いてキャラが変わってるぐらいの方が面白かったのだ。っていうかジョベリバなのじゃ。彼方を妄想で遊ぶでないわ。だいたいこの陶器のような白い肌を焼くわけなかろう。俺はこんな感じが良かったな。あ、妄想せんでいいぞ、気持ち悪いから。小学1年生なのじゃ。せんでいいって言っとるではないか。小学校低学年って無敵なのに。新学期早々病的な会話だな、井上潤。こんな軍人さんでも昔はよ。ハーゼンヤクト。いいね、いいねボタンを連打したいぐらい。いいね。もはやノーコメントと知りなさい。うちのハゲがすいません、出荷しておきますので。出荷されたら会えなくなってしまいますよ。市場で余ってるだろうから僕が買い叩くのだ。さすがユキ、そこまで考えていましたか。ちょっと泣ける話だぜ。ニエスのミナはすごく相変わらずだな。義経、今学期もよろしくね。こちらこそ、義仲さん。早速勝負しますか？ええ、ただ今回の提案は大規模なものになるわ。たまにはスケールも大きくしないとね。種目は源氏総選挙。審査員はヤマトではなく校内全員。今や5人もいるクローンはこの学園の名物。マスコミの取材も止まらないわ。誰かがリーダーになってきっちりと統率していかないとね。確かに義経は弁慶や与一を統率しきれているとは言い切れません。年長者の私は戸ざまだし、清楚も統率能力はないわよね、今のところ。なので改めてクローンのリーダーを決めておきたいの。義仲さん、でもそれで義仲さんがリーダーになっても私の主は義経ですよ。命令系統が私、義経、弁慶になると考えればいいわ。そういうことであれば、クローンのリーダーとしてこの学園の顔役として活躍するのは誰がいいか民意に問うてみましょう。カリスマの戦いになるわ。カリスマ。任期は来年春まで。選ばれたクローンリーダーには顔役として学園での大きな発言権を与えられる。後に選ばれる生徒会長を補佐し、二人三脚で学園を動かしていくほどの権力よ。ん、許可は出している。思い切りやりなさい。いきなり出てくるな。
わしはどこにもいるし、どこにもいない。何？まさか千の顔を持つ嘲笑う者か。与一と会話になっている。源氏総選挙など他の学院じゃ真似できんことじゃからな。なんかワクワクするんで許可したんじゃ。こういうことが起きるから学園長は辞められ、投票の際はわしら教師陣もフォローするぞい。告知日は明日。選挙準備に今週いっぱい。選挙活動は来週いっぱい。選挙実施は週末の金曜日でどう？即日開票。わかりました。ただ選挙と言われても義経は何をどうすればいいか。私は慣れているけど、いきなりは難しいでしょうね。というわけでこの方を紹介するわ。アドバイザーのクキモンシロです。事情は聞いている。我が義経を補佐しよう。戦う下地は十分整うはずだ。いいんですか？モンシロだって票を持つ一人でしょうに。全く問題ないわ。クキモンシロはいざ選挙が始まれば義経につくことは明白だからね。その通りよ。だがお前の潔さもあっぱれ。さすが木曽義仲。相手もベストな状態で勝つのが望ましいからね。主と義仲さんの一騎打ちか。学園の顔役を決める選挙で立候補が女だけというのもなんだか情けない話だな。まあ俺には関係のない。ほう、よう言うたの、那須野与一。つまりそれはお前も立候補するということじゃな。待て、なんでそうなる。いいんじゃない。源氏総選挙なんだから源氏軍の那須野与一もセーフでしょ。選挙の落ち要因として頑張りなさいな。では候補者は3名ということでよいな。清楚ちゃんの許可ももらっておるぞ。皆さん頑張ってくださいと。清楚ちゃんとわしは仲良しなんじゃ。花について語り合ったりしてな。それは良かったですね、学長。軽く流されちゃった。勝負の合意がなされたということで、では早速選挙準備期間のスタートよ。ヤマト、あなたは私についてほしいのよ。早速勧誘している。あなたが手を貸してくれたらとても心強いのだけれど。必要はあるわ。優秀と言われる評議会だって私一人の力じゃない。いろんな人に助けてもらって成り立っているのよ。補佐してくれないかしら。お願い。主。なんだ弁慶。なんだじゃないよ。
いいの、あれ、ヤマト取られるよ。よくはない。義経とて直江くんに助けてもらいたい。だったらちょっと待ったコールしないと。今、うん、でも義仲さんが直江くんをあれほど必要としている。じゃあ遠慮して大和を登用されてもいいと。いや、義経はこっちの陣営に直江くんが欲しい。よし、ならその自分の心に従って。わかった。ちょっと待って。行った。ここら辺完全に遠慮しないあたりで、どこか奥にあるんだよね、逃走本能が。直江くん、義経からも直江くんにお願いがあるんだ。あら、お願い？今私がお願いしているのに。ブルブル、今のは威嚇じゃが、女の子って怖いの。義経も直江くんに手伝ってほしいんだ。直江くん、未熟な義経をどうか補佐してくれ。直江くんの力が欲しい。おお、これはなんともすごいではないか。木曽義仲と源義経、どちらからも士官を求められる。こんな経験なかなかできないぞ。先制攻撃を仕掛けたというのに、なんだか戦う前から少し負けた気分だわ。いいのよ、あなたの意志ではっきり決めた道だもの。正々堂々戦いましょう、義経。負けないわよ。はい、義仲さん。さて、では選挙本部を立ち上げようかしら。いた。ではこちらも選挙本部を立ち上げるか。2日もあれば大丈夫であろう。川上水がほろ苦いが、よくもぎ取ったね、主。士官先は源義経と決めたか、直江大和。あっぱれな心意気、我の配下に欲しいぐらいだ。二人ともよろしくお願いする。直江くんが義経の陣営にいてくれるのが嬉しいんだ。だからこうして笑顔になれる。修学旅行前に妙なイベントが始まるの。
同じクラスだし応援するぜ。なあ若、ヤマト君まで補佐に回ってるならなおさらですね。基本的に票を入れればそれで終わりじゃろ。それぐらいなら応援してやらんでもない。ファイトなのだ、ガッツなのだ。やる以上は勝ちなさい。みんなありがとう。義経は頑張る。で、発言権も与えられるみたいだけど、義経は簡潔に言えば何をアピールしていくのだ？義経は、みんなで規律ある楽しい学園生活を送っていきたい。明るさと秩序を重んじるというわけだ。お前らしいな。なるほどなるほど。対抗する最上亜希は個性を尊重し、より自由な学園生活を提唱している。自由を求めるか秩序を求めるか、カオスとロウ、いつの世も人類は選択を迫られるな。そういう与一の主張って何よ。一応立候補者だろ。来たるべき日への備えだ。いつか日本は危機を迎える。末法思想じゃの。愛しき一般生徒たちの多くは秩序を望んでいるが、ここは川上学園だ。個性豊かな連中も多い。油断はできんな。差し当たり演説は必須だぞ。上がらずに堂々とな。そこら辺が一番きついかもしれないな。でもここで負けたらダメだ。こらえるぞ。直江大和は補佐としてまずどうするのだ。うむ、アドバイスは必要なさそうだな。言っておくが、協議会メンバーとしてこっちは議長を応援するからな。おお、来た来た。総選挙の話だろ。協力してやんよ。学園の顔役となれば押し出していくべきは、巴御前がいない義仲より弁慶もついている義経だろう。義経の方がメジャーだしな。ナオッチが S クラス行ってから、うちらが S に絡まれる率も激減したし。みんな協力的だろ。俺たちが話を通しておいたぜ。当然私たちはヤマトの味方だからね。僕たちにできることなら協力するよ。何かあればいつでも言ってきてくれ。大友さ、超感謝しろよ。規律重視という義経の考え方にすごく好感が持てる。俺としては自由を提案する議長に票を入れたいけどね。ま、たとえ学園のルールで規律が厳しくなろうが、俺は自由に動くだけだからな。あの義経だぜ、そこまで露骨に厳しくしねえさ。ヤマトも激務で大変になりそうだね。
ということで秘書は私、椎名美也子が務めます。昼のサポートから夜のサポートまでこなします。愛する人から頼られる喜び、嬉しいな。喜んで、どこまでも。いくら義経の方がメジャーだからって、相手は学園の評議会議長だからね。強敵ね、強敵ってやつなのね。逆に1年生は最上さんの影響力弱いよね。ってことは義経有利なんじゃね。ネームバリューで2年生は互角って感じかな。選挙ね、選挙ってやつなのね。なんか天気予報で午後から雷だって。そりゃ大変だ。思ったけど、いくら雷が鳴っていようが、飛来心を持って歩ければ雷が避けるんじゃないかしら。あれ、何その残念そうな顔。やる気に満ちているヤマトの横顔、好きだよ。お世辞じゃないけど、さ、頑張ろう。うむ、よく晴れている。爽やかな気分だな。源氏総選挙開幕だな。義経は頑張る。照れていた気持ちも飛んで、気合は十分なようだな。これぐらいでいかないと勝てないからな。それでは早速選挙活動を始めましょう。調査の結果、義経の獲得見込み票数は 30% 程度、最上先輩 40%、 どちらとも言えない 25%、 那須野与一が 5%。 さすが義仲さんだ。現状では負けているな。その割には嬉しそうだな。同じ源氏として誇らしい気分でもある。だからって負ける気はない。そこは安心してくれ。うん、どちらとも言えない連中を取り込めば勝てるよ。心強い意見をありがとう。よし、相手も不動票を取り込もうとしてくる。効率的に動くぞ。投稿してくる皆に対しての演説、大事だな。うん、覚悟を決めたはずなのにドキドキしてきた。ファイト、主。演説失敗したらずーっとからかうから。ありがとう。意地でも失敗できなくなった。
に声をかけてくれた。なかなかのものができたと思うぞ。見てくれ。さすがだ。スピーチ中の動作まで書いてある。演説は見た目も大事だからな。身なりやアクションにも注意を払わないと。いい原稿だった。信じて進んでいくしかないな。やれることをやろう。義経は頑張るぞ。さあ、選挙はがきを配っていかないとね。昼はそこら辺を重点的にやるわけだな。イラストを描くとか、俺先生みたいで面白かったぜ。すまんが、原稿はまだできていないのでね。ワクワクするようなデザインにしてみたぜ、俺。おお、葛飾北斎的な。とてもうまいな。みんな喜ぶと思う。放課後フェイズです。コマンドは？そのセリフももはやテンプレートっぽい。クラスを訪れてまとめて義経をアピールするんだな。義経の演説を援護してくれる応援演説は誰に依頼しているの？報酬としてヤマト君とデートと言われたら二つ返事で引き受けますよ。ほほう。男同士はデートとは言わないだろ。言うんだな、これが。この学園に秩序を求める義経の方針は、私たちに安定した学習環境を提供してくれるでしょう。褒められるというのが嬉しくて、背中がもずがゆい感じで、なんとも。皆にここまで応援してもらえて、義経は幸せだ。明日も頼む、直江くん。今日はずっとバタバタしてたな、お前。名字は関係ねえ。方針が秩序だから義経に入れるまでだ。オラとマユチのゴールデンコンビで2票固いぜ。
神に厳しい学園だな。ヤマト、何かあればどんどん騎士たる自分を頼れ。今朝は何を重点的にやる？そうだね、もがみ先輩はそんなことしないと思うけど。私がどう動けばいいんでしょうか。ヤマト坊のハードルは富士山クルーズやな。いいでしょう、飛び越えましょう。黒いペガサス待ち風の活躍を見せましょう。やることが多いから仕方ない。いただきます。ごちそうさま。世話しないの。メディアを活用してのアピールだな。話す内容は考えてきたが、どんな方針で行こう。誠実。うん、いい言葉だな。かくありたい。今日の放課後は質疑応答の時間があります。一つ一つ心から答えるぞ。それで良いと思う。気持ちが伝わるだろう。源義経さん、あなた学園の顔役になろうというのなら一般常識がないと困りますよ。今から私が問題を出します。あなたはこれに答えることができますか。それでは問題です。当然時間制限付きですよ。まあまあやりますね。何やらこんな時間か。そこら辺は自信があると義経は胸を張ろう。直江くんこそ大変だと思うが大丈夫か。いやいや、こういうのは裏方の方が大変だと聞くぞ。Thank you.
休んだ方がいいのでは？あと3日は大変のはず。選挙が大変なのもわかるが、旅行の準備もしておけよ。京都か、楽しみだ。忍者いるかな？忍者。あいえー、そんなのいたらたまらんよ。というか、押したりあずみがまさに忍者ですよ、お嬢様。あの人はメイドではないか。メイドで忍者なのです。風魔とかいう場所の。お布団ご用意しておきました。それと修学旅行の準備も抜かりなく。さらに選挙の報告事項もまとめておきました。疲れてると思うから余計な真似はせずに行くね。この便利さになれればヤマトはもう私から離れられない。これに乗って登校中のみんなに挨拶しに行くんだな。機動力を生かして多くの人たちに挨拶したいところだね。自転車は2台あるわけだけど、義経の後ろをついていく自転車は誰が運転するの？呼ぶってことは選挙絡みかしら。お任せ。了解。じゃあ行こう、義経。和子さん元気いっぱいだ。よし、義経もはつらつと行くぞ。学園全体への配信準備は OK だよ。こちらの準備も整っている。演舞いけるぞ。で、肝心の演舞相手は誰を指定したの？真由津幸恵、お相手させていただきます。この度はご指名誠にありがてむ。いい演舞ができそうだ。ぜひぜひよろしく。さすがに強い。全てにおいて私より上。義経の方が1歳年上。その分戦える。おそらくアドバンテージはそれぐらいだ。すごい使い手だぞ。それでは秘書から現在の状況をお知らせします。いよ、秘書それっぽいぞ。ウェブなどもろもろのアンケートを集計した結果、状況は喜ばしいことに我が方が有利です。あ、やった。よかったね、主。油断は禁物ですが、この調子でいけば勝てそうです。
ふんどし引き締めていけってことだな。引き続きできる範囲で協力は惜しまないよ。早速活動しよう。できることをやっていきたい。秋、そろそろひやおろしの川上水が出てくる時期だ。それをこうギューレバーとキノコの炒め物とかと一緒にクイッと飲むと至福。誰かな、人が妄想で晩酌している時に。義経だ、弁慶。不安で一人じゃ寝られないと。うん、人からの投票を競うなんてやったことがない。漠然とした不安が義経を包むんだ。いきなり選挙しろって言われても確かにね。それもあさってまでさ。隣で支えるから頑張って。うん。集会の盛り上げは父様の得意分野、自分も成し遂げるぞ。明日の選挙、張り切っていくぞ。締めはみんなで昭和しよう。1、2、3で義経だ。自分が温度を取るから頼んだぞ。1、2、3、義経。そちらの決起集会、なかなかの人数が来てたわね。ええ、投票楽しみにしているわ。いよいよ明日なのに落ち着いているな。義経も伝統構えなくては。うん、そうやって自分に言い聞かせている時点でね。まあそこが主の可愛いところだよ。明日が投票だけど、まだ決めかねている人も多いはず。差し当たって義経は何をすればいい？了解だ。源氏の風を後輩に体感してもらおう。風が来る。体育館で期日前投票がもう始まっている。いくつかの部で意見が割れているみたい。部活ね、個人で好きな源氏に投票するんじゃねえの。それでも部の方針というものがあるからね。どっちでもいい人はその方針に従うでしょう。あー、なるほど、それもそうか。有益な情報だ。ならば今回は部室訪問に力を入れよう。
こんにちは、遊説に来ました。ふい、義経、どうぞこちらへ。仕事先の人からカボスをもらった。玲子さんに了解取ってから風呂に浮かべてくる。お、ゆず湯とかカボス湯は好きだ。楽しみだな。疲れ切ってんな。正直な話、賞賛はどんなもんなんだよ。いいね、燃えてくるね。今連載されている源平ものの漫画なんだけどね、ここでは義経が義仲を射抜いてる。うん、義仲の首晒されてるしね。やっぱり世間のイメージ的にも義経は義仲より有利。勝てるよきっと。修学旅行の用意も忘れるなよ。来週だぞ。自分はマルさんととっくに済ませたぞ。私とヤマトもバッチリ。もしもし、直江くん？お見通しか。やはり兄様は違うな。皆のおかげでベストは尽くせたが、義仲さんは本当に手強い。どうなるか全くわからないからな。歴史上でも木曽義仲という人物は家臣たちからの信頼が厚く、固い絆で結ばれていたようだ。今も存在感を薄くする技を使っていて、この人望だからな。え、いきなり何を言うんだ、直江くん。義経は全然未熟だから当然だと思うし、むしろ義経のクローンなのにこんなに怖がりで臆病でいいのかなと思ったり。吉重さんとか現実的な意味合いも強いし、この源義経、皆の温かい応援を励みに源氏総選挙最後までベストを尽くそうと思う。最後まで変わらない支援を源義経にお願いしたい。結果は夕方に即日開票。ドキドキだね。投票率 97% ってところですかね。驚異的ですわ。うちの生徒はとことんお祭り好きですから。コンピューターが大活躍だね。すぐに結果であるよ。便利ですよね。すぐに集計されるから。
デジタル経済は今後さらに発展する。どんどんスピードが重要な社会になるよ。何やらありがたいことを言われた気がします。そわ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 。実際にそわそわ言ってる人を初めて見た。落ち着いて。現状私が220票で義経が216票だそうよ。あ、吉中さん。最後まで全くわからないわね。さすが良き好敵手。あるじ、何か気が利いたことを言わないと。セリフを探しているのだが。気が気でないのね。いいのよ、それだけ全力でこのイベントに打ち込んだってことだから。実を言うと私も割とそわそわしていてね、校内をフラフラしているのよ。集計結果が出たようだ。今速報メールが来るぞ。勝っている。義経は戦いに勝ったのか。うむ、これは期日前投票を含めた最終集計結果だ。堂々と胸を張るといい。源氏総選挙はお前の勝ちだ。よっしゃ、祭りだ。三杯。義経おめでとさん。ありがとう。義経として結果を出せた、それが嬉しい。よかったよかった、今日は飲もうっと。しかし義経もギリギリだったな。勝ちは勝ちだが。義仲さんは裏でこの学園を取り仕切ってたわけだし、義経はここに来て3ヶ月もない。そりゃ苦戦して当然でしょう。でも源義経のネームバリューは負けることを許さない。そうだな、プレッシャーの中でよくやったと褒めてやるべきか。与一、お前ダントツの最下位だったのに上から目線だな。59票も取っていたことに俺自身が驚きだぜ。負けてしまったわね。とても残念。やはり源義仲では源義経に勝てないのかしら。いえ、まだよ。残された最後の道がある。私は義経に勝たなければ、行幸計画のために。今日はぐっすり休めそうだ。布団の中に入って目はつぶっていたぞ。でもなかなか寝られなくて。私なんてすぐに爆睡するけどね。弁慶は寝つきが良すぎだ。なあ弁慶、起きてるかって聞いて起きていた試しがないぞ。
時々は起きてるんだけどさ、主、話が長くなるケースあるんで、あえて放置したりもしている。聞いたか、直江くん、何気にひどい告白をされたぞ。今なら何を言ってもセーフな空気だからさ。義経？よし。義経はなんだか一曲吹きたい気分になった。ああ、わかる。吹いてく？吹いていこう。弁慶は先に帰って、義経は少し遅くなると伝えてくれ。頼んだ。ん？直江くん、聞いてくれないか、義経の笛。むしろ直江くんには聞いてほしい。ありがとう。気持ちを乗せたんだ。義経の恋心。直江くん、義経は直江くんが好きだ。頼朝と言われたからとかそういうの関係なく、男の子として好きだ。夏休みをほぼ一緒に過ごしてそうなったと思う。選挙で直江くんが義仲さんの陣営に行くかもしれなかった時、義経ははっきり気づいたんだ、この気持ちに。いきなりで驚いたろうが、笛を吹いて落ち着いた今ならさらりとこの気持ちを言えると思って。多分家に帰ったら恥ずかしさで死ぬと思うが、一気に喋らなければ言えたものではないぞ。こういうことは初めてだからよくわからなくて、思ったことをそのまま口に出してみた。今日は嬉しいことだらけで、なんだか怖くなってきたぞ。これは夢ではないだろうか。覚めては嫌だ。
おお。とても嬉しい。行ってよかった。あ、そういえば。直江くんはしっかりしているということだ。心配ありがとう。クキに大事にしてもらっているからな。義経は平気だが、交際が始まるとなれば、相手である直江くんは大変かもしれない。義経も直江くんが好きだとはっきり言うぞ。大ごとにはならないと思うが、万が一にもそうなるのは嫌だな。わかった。それなら義経もできる。だけは報告させてくれ。早速義経から提案があるんだが、修学旅行用に用意したカメラだ。義経は機械が苦手だが覚えてみた。思い出として早速一枚撮らないか。大丈夫、変なところはないぞ。それにこれからいっぱい撮っていくんだから、いちいち身だしなみを整えていたら体が持たないぞ。それじゃ、自動で撮影するのは、なんで義経より詳しいんだ？すごいな。今日は交際記念日というわけだ。自分で言っててすごい恥ずかしくなってきた。というわけで、直江くんと交際することになった。おめでとう、主。いいタイミングに仕掛けたね。驚愕の学園でうかうかしてられないし、うん、本当にいいタイミングだ。今夜は祝いにとことん飲むよ。弁慶がそこまで飲むこともないのでは？いや、飲む。むしろ、私が飲むべき。だけど、これでいいのさ。弁慶？もう酔っているのか？この敗北も、また試練と思えばいい。正直悔しいわ。義経はいい子だけれど、宿命として勝ちたいと思う。そしてごめんなさい、行幸計画を足踏みさせてしまって。私に謝る必要など何一つないんだよ。
それに負けは負けだけど、ここまで僅差であれば次で大きく勝てば巻き返せるさ。次か。ゲーム終了か。なら休むがいい。お、このお姉さんどなた？目を離すと新キャラ出てるぜ。いやー、乱世だね。 A4 からいたけどな。梁山泊の四分教さんだね。